ありがとうございます。よかった。おはようございます。ラグゼスタッフのヌシャラです。今日は泉南の白澄丸さんで、北谷海峡の平場にチャレンジしたいと思います。船長の秋山さんです。おはようございます。白澄丸の秋山です。今年のタイはですね、例年の夏に比べまして水温が高いまま推移しまして、イワシ好きのパターンっていうのが大変少なくなっています。でその分ディープにタイが落ちていってまして、そこで甲殻類を食うようなパターンが多いので、なるほど。で今日もそのディープで甲殻類パターン、はい、そちらで狙っていただきたいなと思っております。深いところですね。そうですね、はい、比較的深いところで、そこに大台が結構溜まってますので、はい、頑張ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、やってください。25メーターから今15メーターあたりに浮いた反応出てます。そこがいそうなんで根掛かり注意してください。水深25メーター、今20メーターライン。ちっちゃいな。めっちゃちっちゃいで、めっちゃちっちゃいで、抜く。こんなん釣れました。リリースします。よいしょ。あ、切れる切れる。みんなめちゃ釣れてますやん。今はね、何もわからないんでね、一番自分の好きな巻き速度で巻いてますね。高さはね、10メーターぐらいを目処に巻いてますね。朝一なんでね、もう何がなんだかわからないんで、パイロット的な動きで狙ってます。ここからね、みんな当たりの速さとかね、水深とかをね、決めていくんですけど、まずはね、朝一ね、好きに巻いたらいいんじゃないかなと思いますね。ただ一定速で負けるようにね、かなりロッドの保持はね、しっかりしますけどね。台風で雨降ったけど、そんなに水濁ってないんですね。お、来た来た来た。あー、こっちも食わんかったわ。小さいね、またチャリコゾーンに入ったね。こうやってね、当たった時はね、一回回収した方がいいですね。結構針がね、クリーンって上に引っかかってたりね。悪さされてる時があるんですよね。あ、大丈夫。これは食えるかな。あかんわ、これは。さっきと1センチぐらい変わらんかな。今ね、水深20メーターの割にはね、結構ね、でかい玉つけてるんですよ。でね、これでね、よう当たってるってことはね、結構ね、ベイト大きいんちゃうかなって気がしますよね。今日ね、私が使ってたタックルはね、ガマカツが出ましたラグゼのオーゲン、B68-L ソリッド R っていう竿なんですけどね。こちらね、先っちょの部分がね、ソリッドティップになってます。でね、細いソリッドティップなんですけどね、すごい食い込みがいい。で、食い込みがいい竿っていうのはたくさんあるんですけどね、ペナペナではね、インフォメーションを得られないんですよね。で、食い込みはいいけども感度もいい。そうね、究極のバランスをね、目指した竿になってます。でね、その得られたインフォメーションを損なわないために、スパイラルガイド、それから高橋の第一ガイド、これでね、ラインを通してね、インフォメーションを得られるように作ってあります。
おっとっと、来た来た、ちょっとマシになったぐらいかな。一緒か、リリースやな。内野ゴロちょっとマシになったかな。それかかってるの、かかってるでしょ今、ほら、かかってないのそれ。それかかってますよね。巻いてスイープな感じで、うん、もっとクルクルクルって巻いたら、うん、あ、追ったと思う、多分大丈夫大丈夫。ぐーっと来たので送り込んだら、コン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 、あれ、すんなったら乗るやろみたいな感じで、みんなから巻け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 。お、なんかタイちゃうかもしれん。わあ、タチウオや。しかも結構ええやつや。なんか今日下道の日です。タイかな。あ、抜けたか。抜けたね。あ、でもなんとなくわかった。あ、止めるは僕にはできないんで、デッドスローにしました。解釈変えました。なるほど。あんまりやったことのないような種類のタイラバになってますね。来た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 。微妙な平場。微妙。来た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 。タイヤ。タイヤタイヤタイヤ。ありがとうございます。あ、いや、やっと釣れました。はい。タイラバの方はね、タイラバ Q っていうこの商品になります。今ねちょっと変わりテールついてますけどね、これはね、一番特徴はネクタイをちょっと左右にフレアさせることによってね、一つにまとまってしまって団子になってしまわないようになってます。団子になるとね、ネクタイをね、針が拾ってしまったりね、いろんなトラブルが発生してしまいますんでね、まずはトラブル回避で、離すことによってね、それぞれが単独でよく動くようになってます。でさらに特徴はね、このナノスムースコートの、サービルポイントっていうフック、めちゃくちゃ刺さりがいいんですよね。ちょっとね、危ないぐらい手にも刺さるんでね、気をつけてください。それからタイラバ Q の Q のネーミングの元になったこのキュータヘッドで、ね、キュータヘッドがね、一番どの角度から見てもね、一番小さく見えるんですよね。同じ名前でもね、一番小さく見える形を目指しています。で、球体ですからね、どの角度からも同じ圧がかかるので落下も早い。まあ、一番落下が速くて、効率がいいのは球体でやろうということを目指して作ってます。ほんま分かれへんわ。いるの？
乗ったか。もう一息やな。もう一声。あ、ごめんなさい。いいよ。ありがとうございます。ダン、ダダン。よかった。はい、船長。今日はね、夏の難しいパターンが、まあ、収まって、ちょもうちょっと簡単に釣れるかと思ったんですけど、難しかったですね。そうですね。昨日なんかも結構釣りは良かったんですけど、なかなか反応してくれなかったんですが、うん、今日は割と前半戦、まあ、チャリコサイズでしたけども、うん、ピリ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 当たってくれて、はい、でそれで、まあまあ、みんな顔を見れるような形だったんですけども、でいざ今の難しいパターンのディープのポイントに行った時に、うん、また今日は一つ違うようなパターンで難しかったですね。そうですね。なんか同じ層に折ったみたいな。そうですね、うん、浮かしちゃダメだったんですね。最初はもうそのままこう変な前当たりがあると止めて送り込んでからっていう感じでしたね。はい、でラストの方は普通やったんじゃないですか。まあ、ゆっくり混ぜたら当たってくる感じではありましたね。はい、うん、ちょっと若干台風の影響で水温等変わって安定してきたかなと思いますね。うんうん、まあ、今後ね水温安定してきたらもっと楽しく釣りできそうな感じですよね。そうですね、はい、もっと楽に平場に反応してくれると思います。はい、楽しみですね。そうですね、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。